どうもよろしくお願いします。あの、はい、知り合いが、あのちょ彼氏が欲しいっていうの人がいるのね。で、まあ、誰か彼女いない人と、まあ、コンパじゃないけど、飲み会みたいなのを軽くやりたいなって言ってて、ああ、いいじゃないですか、ね、で、彼氏、ね、彼氏が欲しいから彼女いない人っていうから、江澤さん、彼女いない、ね、いないです、ね、もう36歳独身です、ね、実家暮らしでいらっしゃる、うん、ね、だから、もしよかったらそういう飲み会来る？いや、もう全然行く。あ、本当に？積極的にバンバン行くから。なんかチャンスじゃん。もう特攻隊長並みに行きますよ。そうだよね。やるやるやる。あ、行く？もう行く行く、全然行く。東京に来る。ああ飲みたいみたいな感じだから地方の子なわけね。あ、そうそうそう。あ、そう、地方、じゃあどんな関係なの？あ、その知り合いは、栃木。はいはい。栃木出身じゃん。出身ね。その地元の友達。あ、地元の友達。の親戚なんだけど。あの親戚。そうそうそう。あ、じゃあ友達関係ない。友達は関係ない。あ、そうそう、友達じゃない。あ、そうです。その友達の家行った時に、あの、たまにこう遊びに来たりとかしてた親戚。あ、そういう親戚の子がいる。そうそうそう。じゃあその親戚の子は栃木県の、うん、あ、住んでんのは埼玉。あ、埼玉よりの群馬。よりの群馬。じゃあ埼玉じゃないってこと。まあ、関係ない、全く全く関係ない。忘れた方がいい。じゃあ何で言ったんですか。細かく場所を、ね、分かりやすく混乱しやすい性質だから。そうそうそう。細かく言ったのね。よりよりだから、よりの。じゃあ何人ぐらいで来るのこっち。ね、4人。4人。4人多いね。4つ子だから。4つ子。4つ。4人。いや、ダメなの。いや、ダメっていうか、いや、友達で来るんだったら分かるけど、いやいや、皆さん4つで来るんですか。そう、仲いいの、その4つ子が。一緒に来たいって言うから、よく行ってんだって、飲み会とか。ああ、そうなの。そうなの。ダメ。いや、ダメじゃないけど、うん、まあ、友達の方がかなと思ったんだけど。四つ子が来るから。あ、そうなの。え、何してるの、その人たちは。まあね、女子大。マジ、うん、女子大生めちゃくちゃいいじゃん。食堂で働いてる。の食堂で働いてる。食堂で4人が全員。4つが4つが全員。え、うん、全員ね。なんだ、女子大生じゃないのじゃん。そう、社員だから。え、ダメなの。いや、それ女子大って言ったら女子大生で想像しちゃうだろ、俺だって。いや、もうちゃんとしたフリーターだから。ちゃんとしてるよ。フリーターだ。ちゃんとしたバイトだもん。正社員で契約社員みたいな感じだから。そうなの、うん、じゃあ何歳ぐらいなの、その人たちは。はね、25歳。あ、25歳じゃ全然若いじゃん、そんだったら。以来会ってないんだ。以来会ってない。じゃあもう全然わかんないな。じゃあ何歳なんだ、その人たち。最後に会ったのが25歳だから、それ以来ちょっとあんま会ってないんだよね。え、じゃあ今何歳だよ、その人。ね、49歳。じゃあ4人で200歳。今日ね。ダメだろ、そんなクソババアよ。40、51歳だろ。恋愛に年は関係ない。それは失礼だよ、だって。いや、そりゃ、じゃあいいよ。じゃあ100歩譲って、見た目は。じゃあその、あ、気になる見た目。4つの見た目気になる。そうあのね、これね、見た目はね、こう若く見える、すごく。マジで。年の割にはすごい若くて。気使ってる。 めちゃくちゃ綺麗。へえー、いいじゃん。そうで、すっごい優しい感じ。ああ、いいですね、優しいのね。もうウルグアイ人なの。ウルグアイ人。ウルグアイ、南米の生まれがね。あの、あったかいとこだろ、すげえ無駄に暑いところ。生まれがだよ。いや、生まれ知ってるよ、うん、群馬にいんだから今。そうそいつ。そう。いやいや、じゃなくて、ダメだろ。いや、ダメとかじゃなくて、うん、お前の地元の友達の親戚なんだろ、うん。友達もウルグアイ人だから。そいつも友達もあれなの。そう。ウルグアイ人。ウルグアイ人なの。だから、なんか仕事、まあ、生まれたのはウルグアイだけど、仕事で親戚に来たんだってこと。頭混乱すんな。情報がね、多すぎんだよ、そんな。そうそう、バン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 入ってきてよ。あ、そう。外付けのハードディスク置いとかないとダメだよ、俺。そう。2テラぐらいの声とかね。それはよくわかるけど。いや、俺わかんない、そんなの。初めて。そんなわかんない。だいたいまとめるとあれだろ、うん、あの、じゃあ群馬県に住んでる、うん、そうそう、四つ子が、うん、女子大 の、 あの食堂で働いていて、うん、まあ、この度50歳の誕生日を迎えた、うん、ウルグアイの人たちってことだろ。そうじゃねえよ、まあ、ダメなの。ダメだよ、そんなわけあかんねえやつだと。いや、でも実際会ったらすごい。だってウルグアイ人戸籍取られるんだろ。じゃあウルグアイ人だからすごく綺麗だよ。本当かよ、目鼻立ちもしっかりして。大丈夫なの、うん、じゃあいつ会うだけはいいじゃん、別に。じゃあいつそれは。今日え、日本に帰国したんだよ。日本に帰国。じゃあどっかウルグアイ行ってたんじゃないか。ちょっと旅行行ってたの、4人で。どこ行ってたんだよ。カナダ、うん、経由で北極そう、経由で、そう、経由。旅行好きなんだって。じゃあいらねえだろ、彼氏なんかよ。寒いとこ好きらしいから4人。いや、そのあったけとこ住んでんのによ。4人全員好きなんだって。なんだそいつら。俺、彼氏なんかいらんだろ。いや、でも欲しいみたいだよ。なんだそのわがままなやつら。そうだから やりたいって言ってたから。なんだそれ、飲み会とか。うん、言ってたよ、やりたいって。いや、行かねえよ、そんなの。
嘘行かない。だって明日じゃあいつあんのじゃ。明日、うん、の早朝。早朝と時差ボケが取れてねえからそのスケジュール組み込んでんだろうかよ。じゃあなんかお酒すごく好きだから強いからそう朝から飲みたいっていう。なんだそれ、うん、だからこれ踏まえて行かない。いや行くわけねえだろうよ。どうもありがとうございました。